おはようございます。沖縄平和トーキング第2金曜日のパーソナリティ与那覇恵子です。今日はですね、宜野湾市、この FM 宜野湾のすぐ近くにありますズムズムという隠れ場的なカフェのオーナーでもあります町田直美さんをゲストにお迎えしています。おはようございます。おはようございます。お忙しいところありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。はい、まあ、町田さんはこの宜野湾市で、はい、PFAS 汚染問題に取り組んでいる、はい、チラ水の会の、はい、代表でもあるわけなんですけれども、このチラ水の会結成されたのはいつ頃になりますか？まあ、正式に宜野湾チラ水会という命名をしたのは、はいはい、多分2019年ぐらいかなと思うんですが、ははそれ以前から、まあ市民仲間と一緒に動いていまして、活動は2016年に北谷浄水場からの PFAS 汚染水の発覚をした後から、いろいろ勉強したり、北谷浄水場の源泉を見に行ったりとかいうことで、動いてはいました。でも正式に宜野湾のPFAS汚染について、やりましょうということで、宜野湾チラ水会という名前をつけて動き出したのが、2019年ぐらいです。2019年、はい、そうしますと今結成してから5年くらいは経っているかな、ね、はい、という形ですね、はいはい、なんかちょっとうるさいですね、県議選の、そうですね、ね、選挙カーですね、すいません、なんかうるさいと言いますと、この今日はここ 2,3 日すごいんですけど、豪雨がすごいです ね、雷怖かったですね。雷の音が、はい、3月でしたか、水不足がね心配されてましたので、はい、これでもう水不足解消かなという安心感はあるんですけれども、はい、一時期なんかこの PFAS で汚染されていると言われている北谷浄水場からも取水しなければならなかった時期がありましたよね、はいはいはい、基準値の4倍の濃さで PFAS 汚染が見つかっているというのが宜野湾市の、はい、状況ですよね、はい、この対策みたいなものはどうなっているんですかね、宜野湾市自体の。この宜野湾市の対策は去年新しくできた公園に、この浄水器みたいのをつけて、浄水設備みたいのをつけて、試験的に行ったんですが、やっぱり水の量とこの機械の、容量が多分合わないんでしょうね。しょっちゅう詰まったり、なんかこの水道がですか、この浄水施設がなんか詰まったりしてうまくいってないみたいですね。それでもまた別のところにこれをつけようという話もあるので、町の水会としてはちゃんと高額な予算をつけてやるものですから、はいはい、それが実際に市民の税金を使って、そうですね、はい、で私たち危惧しているのはやっぱり小学校、きちんと隣接する小学校の行かなければ、子どもたちが行かなければならないところを優先してほしいという思いがありまして、やっぱ運動場について何も手つかずに、はい、汚染されて、はいはい、アメリカ の、推奨値の29倍という、数値汚染が出てるにもかかわらず、アメリカの基準値高いですからね。そうですね、日本がまだですよね、基準が決まってないんです、土壌に関しては。恐ろしいですね。恐ろしいです。この普天間基地も返還されても50年は使えない土壌になっているということを聞いてますよね。そうですね、 PFAS 汚染だけではなくて、はいはい、いろいろな化学物質の汚染でね、はいはい、畑には使えないようなね。そうですね、大麻畑に関しては、やっぱ基地を返還された場合の話ですね。そうですね、はいはい、基地の中はね、大麻畑に関しては調査をして、食べるのに支障のない程度の微量しか出てないので大丈夫ですよということが出てるんで、少し安心しましたが、ね、やっぱり作物によってもね、違うみたいですね。かつては普天間は本当にチュラ水田が広がるような、そうですね、本当に戦前水のきれいな場所として知られてたんですよね。戦前はポンプなしで那覇の西地域に水を送ってたというほどの水量と水の質がいい場所だったんですね。
この、 あの FM ギノワンのすぐ近くにもね、はい、あのチュンナーガーと言われる、ね、素敵ですよね、湧き水があるんですけども、はい、あれももう PFAS 汚染で飲めない状態ですよね。そうですね、この辺りの湧き水では、うん、まあ、一番高濃度の、うんうん、あの今でもまあ800前後、ね、はい、基地からすぐ近くですからね、7グラムで、はい、出てます、垂れ流し状態になっていたわけですから、うん、そうですね、はい、そこの浄水も今一番市が、あの先行して何かこう浄水をつけたりとかっていうことをいろいろありますけども、なんせ高額なのと、まあ抜本的な対策ではないので、あのその浄水をしたこの活性炭やら何やらのまた廃棄処理の問題もあって、はい、あの去年ですか、あの岡山県の吉備町がそのなんか放置された活性炭で、はい、ものすごい高濃度の PFAS が、 PFAS 水溶が川に流され、その水を飲んでたという、まあ、あの情報もあって、あ、そうですか、はい、どちらっておっしゃいました、岡山県の吉備町です、吉備町、はい、あ、向こうも PFAS 汚染なんですか。そうです、あのその活性炭、はい、その吸着した浄水するために、はい、PFAS 汚染のためにってことですか、はい、活性炭を使った、はい、PFAS 汚染された水を浄水するために使われた活性炭が吉備町のその山の上の方に廃棄物処理した、廃棄したのが野ざらしになって、それがまあ雨風で地中に流れて川に流れて、あの下流に住む吉備町の人たちの体に入ってしまう、しかもこれがかなり高濃度で、で吉備町独自であの血液調査をした結果、子どもたちがそれがやっぱり一番顕著に出てるっていうので、この岡山県の吉備町の PFAS はどちら、どこから汚染源は、全国なんですが、沖縄があの2年3年前ですか、あの普天間基地が、あの基準値内に薄めて下水道に流すということがあったときにやめてくれということで、日本側が9200万円の税金を使ってそれをあの回収したんです、流す予定の汚染水を、はい、それを回収して、あの回収して水は、汚染された水はどこに行ったんだろうということは私たち気になってて、県内では処理施設があの時はなかったので、はい、どっかに行ったんだろうということで、あのこう情報公開お願いしたんですが、最初黒塗りだったんですが、まあ、あの国会議員さんの、 あのいろんな力を借りてこれが出た時に、岡山県のその吉備町もあのその中に入ってたので、千葉県と岡山県と北九州の最終処分場という3カ所出てたので、それの可能性もあるなという、はい、まあ、はっきりはまだしてないですが、における汚染という、はい、そうですね、結局そうやって汚染がたらい回しにされていくという、これも原発問題でも同じですけどね。そうですね、はい、もう本当に問題は尽きないですね。尽きないですね。はい、熱処理をするという、まあ、基準はあるんですが、それがちゃんと守られてるかっていうのもありますし、はい。ああ、そうですか。まあね、あの地道な活動の中で、はい、あの PFAS 問題をプラカードを持ってね、はい、街頭にスタンディング続けてらっしゃるということで、はいはいはい、これはもうどれぐらいになるんですか。もう3年過ぎましたね。これは毎日ですか、頻度としては。あ、土曜日週1回の5時から6時市役所前の、はい、どうですか、皆さんの危機感というものは、あれに PFAS に対する認知度は広がりましたか。はい、まあ、車がの往来がほとんどで、うんうん、人の往来ちょっと少ないんですけど、はいはい、その反応から見る限りだいぶ、うんうん、あの反応手振ってくれたり、クラクション鳴らしてくれたりっていう方は増えますし、やっぱりチラ見遣いが何かこう要請に行ったとか、例えば去年国連に行ったとか、そういう時の報道の後はやっぱり反応が良くなります。そういう意味では、あの新聞とかメディアの働きっていうのは本当に大きいんですね。はい、もう助かってます。はい、そうですか。常に情報をあの流して、うんうんうん、であの取材に来てくださったりっていう、うんうん、
本当にもう協力的で、このことに関してやっぱり重要な問題だというふうにマスコミの方も捉えられていらっしゃるのとてもありがたいです。ああそうですか、はい、町田さんは宜野湾市のお生まれではないんですか。はい、どちらの生まれは与那原ですね。はい、こちらに嫁いで来られたと。はい、いえ嫁いできたのは灰原ですが、まあちょっと分けあって宜野湾の方に、まあ子供だけ連れてきたという。そうですか。はい、まあ、全く縁もゆかりもない土地だったんですが、はい、私がここに引っ越しのを決めた、まあ、一番魅力的だったのはやっぱりタイモ畑、この都市化の中でこれだけ素敵なところがあるなというのと、子どもたちもすごい気に入って、それと湧き水がやっぱり22年前ですね。あの頃でしたらまだ PFAS 問題もね、はい、もう綺麗な本当にタイモ畑でしたね。そうで湧き水がうちの近くにも、はい、羽衣伝説の森ぬかっていう、うん、湧き水 ので、うん、公園があるんですが、あこういうところだったら何かあった時に水が使えるというのはすごいいいなってですよね、まあはい、思いました。戦後宜野湾が基地に、はい、まあ、強制的にあの頃ですね、はい、されていった時に、はい、この水田が潰されている、はい、潰されていくね、はい、有様の記述を読んだことがあるんですけど、はい、伊佐の方ですね、伊佐浜の戦いですね、うん、はい、あれはひどかったですよね。夜中にね、はい、米兵が本当に銃剣とブルドーザーですよね、まあ、銃剣とブルドーザーで綺麗な美田だったんですってらしいですね、うん、で戦後10年じゃないですか、塩水をわーっと注ぎ込んで一気にこう潰していったっていう有様でしたね。でそれで応援に駆けつけた高校教員の方が今度はまた引っ張られていったと、基地の方にですね、逮捕ではないですけれども捕まっていったという話もありましたね。でも本当タームって美味しいですよね。美味しいですね、水がやっぱり命ですからね、はい、そうですね、はい、今まあこのね、はい、汚染の基準値以下ということでまだね、うん、ちょっと安心ではあるんですけれども、でも水と土壌は汚染されてるんですよ。あ、ただこのやっぱり野菜の力って言いますか、それなんだろうなと思うんですけど、そうですか、吸着しないのか吸着したのを吐き出してるのかわからないですけど、やっぱり野菜というのは体の中でもそういうことをしてくれるんだなというので、はい、改めてまあ野菜の力に対してすごいなと思うのと、やっぱりこの水田の中で働く人たち、あるいはその周辺にいる人たちにどういう影響を与えていくのかなというのが気になります。最初チュラ水会はこのタイモ畑をどうにかしようというので、その取水口に活性炭を入れてタイモ畑のこの汚染を低くすることができるんじゃないかという運動を最初始めてたんですよ。しかしそれがまあ小学校の汚染が判明して、そこからシフトして、もうやっぱり子どもたちの方が先だっていうので、小学校の今運動場のとか血液調査とかそういうことに、まあ、運動をちょっとシフトしていって、まあ、タイモ畑も、まあ、やってはいますけど、もう運動の中心は今小学校ですね、うんうん、あ先ほどのね、うん、野菜の力っていうことが出ましたけれども、はい、町田さんそのこのねすぐ近くで、はい、この先ほどね私がちょっとメンションした、はい、ちょっと言及しましたけれども、はい、あのカフェでも本当に健康的な、はい、地産地消のね、はい、新鮮な野菜を使ったお料理が出ますよね、はい、そうですね、前身はうちパスタ料理だったんで、パスタ屋だったんで、まあ、うちの料理とパスタをミックスして出すみたいな、はい、そういうところだったんですが、やっぱり宮城勝という私たちの自社の水会の会員なんですが、まあ、2年前に議員になりましたけども、彼をやっぱり応援したいというので、彼の作ったレンコンの麺を練り込んだレンコン麺、あ美味しかったですね、無添加の、はい、いただきましたけれども、それをメニューに、はい、まあ、玄米と一緒に両方取り入れて、うん、そういう形でやってますね。やっぱり地産地消、沖縄の方たちが頑張って作ってる農産物とか、そういうのをやっぱり沖縄の私たちが健康のためにいただくっていうのが一番まあ自然なのかなと思っています。そうですね、はい、そのためにもやっぱり宜野湾市の美ら水を守っていきたいですよね、はい、そうですね。ズムズムという名前でしたっけ。はい、そうです。あれどういう意味ですか。まあ、あんまり意味はないんですけど、畳み言葉といいますか、がずんずん登っていく感じがいいな、勢いがあっていいなと思って、あ、そう
ズムズムという名前、ムズムズともよく言われるんですけど、あ、まあ、それもいいかなと思って、こう体の中頭の中今までの感覚がこうムズムズするような食事をするところにしたいなっていうのもあります。この、 あの血液検査の話が先ほど出ましたけれども、はいはい、あれはあのこの団体があの自自らあの積極的にこうボランティア活動 で、はい、でお金も自分たちの自前で行われたんですか、はい、血液検査ですか、はいはい、血液検査はあのピューハス汚染から命を守市民の命を守る連絡会という全権的な組織でありまして、はい、私はまあこれの代表もしてるんですが、はい、あのチュラミズ会は宜野湾に特区してて、はいはいはい、そこはもう全権的に金とかも全部あの各市町村が集まった連合体なんですよ。そこがあの、まあ、寄付を集めてあの米軍基地の周辺に住む影響があると思われる人たちを中心に、それとまああの比較するという意味で大宜味村 の、 あのまず比較的ピュアスの汚染がないだろうと思われているところを一箇所、うん、で、何箇所だったか7箇所8箇所ぐらいのところで、宜野湾は基地の上と基地の下、あの地下水汚染が影響が出てるのは下でも飲み水は両方なんですよ。で、ね、あで結果的にはどうでしたか、うん、あやっぱり下の方が濃度が高い、キウナと長田で選んだんですが、はい、キウナの方がやっぱり濃度が高く出ました。このキウナがこのチュナが、そうですそうです、はい、湧き水が出るところなんですよね、はいはい、そうですか。でもあのズムズムのカフェでですね、はい、食事をしてましたら、はい、あのオスプレイとか、はい、ジェット機の轟音の凄さにまた驚きましたね。そうですね、ほとんど夏も冬も開けっぱなしにしてるので、風がまあ入ってきますので、はい、やっぱりあのそういうあの空の騒音っていうのはもうダイレクトに入ってきて皆さんびっくりなさいます。那覇から来た方でもこんなにひどいのってびっくりしますね。やっぱりそうですよね、沖縄県内の中でもその、あの格差があります、ね、はい、ありますね、はい、私も来た時は、うん、でも20何年前に私来た時はそんなにひどくなかったんです。低空飛行もあんまりなかったんです。あ、そうですか。辺野古の問題が来てからなんかそうがひどくなったなというのをなんでかなってやっぱり疑いたくなります、うん、ね、私なんか思うんですけど、すべてはですねもう何十10年以上前からの計画でずっと進んでいるんだなっていう感じなんですけど、はいはい、まあ、この計画っていうのが米国の世界戦略の中での位置づけで始まるようなものが結局きちっと実行されてきた結果の今だということなんですね。そういう意味では、うん、最近私たち首里あたりでも、はい、あのそうですよね、すごいですよ、はい、夜の9時でも聞こえたり、うん、やっぱり10年前20年前と全然比較にならないですよね、うん、ですね、うん、本当にそういうものを、うん、あの考えますとやはりこの最近の状況、うん、危ないなと思いますね、はい、この雷の音も危ないすごいねじゃあ CM に行きたいと思います。はい、はいはい、あれですね、宜野湾市沖縄市、はい、やはり中部に基地が集中しているので、はい、基地被害がやはり中部のあちこちのにね、はい、こう集中してしまって出ているっていうのはありますよね、うん、そうですね、そういう環境から本当に子どもたちを守りたいなという気持ちで、はい、PFAS 問題にも取り組んだり、はい、いろいろなさってるかと思いますけれども、はい、先ほどお話に出ました昨年行かれた国連での訴えなんですけども、はい、あれはどういうふうなあの感触がありましたか。そうですね、 2,3 年前からあの、国連の方に報告書はチラミズ会出してまして、あ、で国連のどういう部署に、まあ先住民族会議っていうあの、まあ、沖縄と北海道のアイヌが先住民族というふうに国連が認定しているので、はい、まあ、その権利を生かしたいなと思って、その会議に、まあ、出席しました。その会議は割とあの、まあ、門戸が開いてるといいますか、うんうんうん、行きやすいところなので、うんうん、まあ、私たち本当に何も知らずに、うん、あの計画したんですが、うんうん、この時のメンバーの中にあの具志堅さんも入ってらした。具志堅さんはその前です。あ、その前、はいはい、具志堅さんは私たち の、 あの一部代読していただきました。あ、その時には皆さんは、はい、参加してなくて、はい、それに継続していくみたいに、やっぱりあの国連って継続していかないと、あ、それはありますね、はい、その情報
というか、うん、あの市民団体としてやっぱりいろんな市民団体があるので、うん、まあ、信用してもらえるというか訴えを聞いてくれるというのに継続していくというのが一つの方法です。どれぐらいこの問題が深刻かということを分からせるということでもね、はいはい、知らせるということで、はい、いろんな人の本当に協力をいただきました、うん、あの人権協会の方とか、うんうんうん、あと独立学会の方とかも何度も向こうに行ってらして、うんうん、その仕組みをよく分かってる方とかに、もうその読むレポートを読む書き方とか英語とか、うん、そうですね、全ては英語で報告書は出しますからね、はい、短期決戦、はい、でした。そうですね、はい、で何名ぐらいこのチラミズから行かれたんですか。まあ、通訳の知恵さん、うん、まあ、ここでもパーソナリティやってますけど、うんうんうん、はいはい、知恵さんと、あとやっぱタイモ畑のマサルさん、はい、やっぱ被害を受けた当事者だろうということで、あと、まあ、事務局長のテリアさんで4人で行きました、はいはい、あ、そうですか、はい、この感触はどうでしたか。反応といいますか、あ、やっぱりあの先住民族の方っていうのを世界から集まってくる、すごい気さくで、本当にうちのアンチのパワーと似た雰囲気で、はい、言葉は通じないですけど、すぐに仲良くなって、もうにこやかでエネルギッシュ で歌とダンスをすぐ始めるみたいなところで、本当に沖縄と似てて、で自分たちは本当に命も狙われるようなところから来てらっしゃるんですけど、私たちの水汚染に対してあの非常に共感していただいて、一緒に頑張りましょうっていうので、でも私たちもその命を狙われてるほど あの、まあ、先住民族の方とかと話してて、やっぱりこんなところであの、まあ、水の汚染、まあ、いろん なんていうのか、緊急度がまあ高い低いというのはそれぞれですけど、命を狙われてるほどではないので、そういうところでそういう方々と同じように訴えていいんだろうかとも思ったんですが、いや逆にそのある程度 この発言がすることができる、国に対して要請できる、こういうところが頑張って、やっぱりいろんなあの細かいところで先住民族の権利っていうのを訴えていかいって、権利をもっとこう私たちが引っ張っていかなきゃいけないなという、だんだんそういう気持ちに変わりまして、もっと頑張らんといけないなというふうに思い直しました。それに、はい、あのすぐには命は脅かされてなくってもね、はい、徐々に健康被害が出て、最終的にはね、はい、命を脅かされている状態に陥るわけですから、はい、そうですね、はいはい、特にあの子どもたちのことを考えるとね、うん、このままの状態では、はい、そうですね、はい、まあ、うちのもが孫が今、はい、あの入学前にその運動場の PFAS 汚染があのジョン・ミッチェルさんの、はい、その情報公開で分かって、それが12月だったんですよ、うんうん、で孫が4月から入学予定で、私4月までには土の入れ替えぐらいはできるのかなみたいに思ったんですが、うんうん、調査さえもできないという状況、うんうん、というのは土壌の基準値がないから、うんうん、行政って基準、法律でしか動かないので、うんうん、目の前の子どもたちを汚染されてるって分かっても調査さえもしてくれないというところでは、もう私たちが寄付を集めて、チラミズ会独自で土壌の調査をしたということで、結局汚染が判明したんですよ。やはりあの低体重出産もチューブの方が多いですよね、はい、そうですね、やはり PFAS の影響だと言われてますよね、はい、そうですね、最初騒音だと思って騒音の被害調査とこの低体重をやったらしいけど、アメリカのそのいろんな調査が進んでいくうちに、やっぱりこの PFAS と低体重純出生が関連付けられて、今はもうこの PFAS の影響じゃないかというふうに言われてますね。あと妊娠性高血圧もあるんです。うちの娘もそうだったんですけど、うちの娘は 5,6 歳の時にここに大山小学校に来て、もうタイモ畑大好きでしょっちゅう遊んでたんです、まあ、その影響があってかないのかは分からないですけど、やっぱりあの出産するときに高血圧になって、帝王切開になって生まれてきた子がその心疾患で生まれてきたっていうのも非常に出産にもつながりますからね。そうですね、結構沖縄って心疾患も多いらしく、いやですけどね、その影響も、はい、この騒音、はい、この轟音聞いてるだけで心疾患になりますよ夜も眠れないわけですから。そうですよね、あの嘉手納の方たち、うん、本当に大変だなと思いますよ。そうなんですよ、あれはお金で絶対解決できませんよ。でもあの不思議なことに、私たちあの今アンケート調査、基地被害のアンケート調査というのを宜野湾チラミズ会で、宜野湾在住あるいは出身あるいは勤務の方々にあのアンケートを取ってたんで、今ちょっと中断してるんですが、またあの4月7月8月ぐらいにまた始めようかと思ってるんですが、あのその子どもたちにやっぱり子どもの権利もあるので、
子どもたちの声を拾いたいということで児童センターに出向いて子どもたちの声を拾ったんですよ。これなかなかアンケート用紙で大人のようには書けないんだと聞き取り調査をしました。そしたらなんと喜友名の方の子どもたちほど騒音がうるさくないっていうわけ。慣れちゃってる、ね、慣れちゃってる。ね、とってもうるさいんだけどなんでうるさくないのって言って、ほとんどの子どもがそう言うんです。そしたらね、ある人の子がうるさいと思ったら楽しくないさ、うるさくないと思うようにしたらうるさくなくなったって言うんです。もうなんか涙が出そうなコメントですね。本当に。でもその子がね、いつが騒音、はい、一番うるさいと感じるのかという質問に対して、朝がね騒音ない方がいいって、なんでったら一日の始まりでもあるしね、お母さんが下 の, あの妹がいるんですって、騒音で起こされてとっても機嫌が悪くて、お母さんかわいそうっていうわけだから朝は飛ばないでます。もうなんかけなげでね涙が出そうですよね。本当にね、ちょっと音楽で休みたいと思います。はい、ということでですね、もう今日は金曜日ですので、はい、明後日は県議選の投票日になってて、はいはい、その1週間後は 6.23、はい、慰霊の日ということで、はいはい、町田さんのもう一つの取り組み、はい、石字の、はい、石字に刻まれた名前をこう読み上げていくという取り組みですね、はいはい、あれはどういうふうにして始まりました？うん、そうですね、私この PFAS 水の PFAS 汚染は、誰にでも被害を受けてる、だからもっと広がるだろう基地被害、うん、で戦争に対する平和に対する思いももっと広がるのかなと思ったんですが、意外と広がらないんですよ。で一番懸念してるのはやっぱり若いお母さん、妊娠中のお母さんたちはかなり興味があるようなんですが、それ以上に広がりを持たないのでなんでかなと思ったら、やっぱり PFAS で汚染されて水を今日飲んでもう明日死ぬわけじゃないじゃないですか。今まで飲んでるから大丈夫よみたいな、もう沖縄独自のこの考え方があって、まあいい部分も悪い部分もあるんですけど、ちょっとのんきですかね。そうですね、まあ一部の人しかやっぱりこの子どもたちの命とかそういうのを本当に真剣に考えて動いてる人しかまあやっぱり動かないって、広がりが感じられない中で、この平和の礎に行った時にこんな立派なもの、素敵なものをとっても世界に類を見ない、私はこれすごい文化財みたいなものだと思ってたので、どうにか広げたいとずっと思ったんですが、ある東京の戦場体系放映保存会というところがその戦没者の名前を読み上げるっていうので、その前年度にシベリア兵 の, 亡くなった人たちの名前を独自で作って4万人読み上げたんですよ。今までの中で一番多かったみたいです。でまあ、それの実績があったので、そこと協力を得て24万人もう大きなチャレンジだったんですよ。読んでみようということで、その時は12日から23日まで、12日から23日というと、はい、6月何日間になりますか？10日ぐらいはかかってますね。そうですね、はい、11日ぐらいだったんですが、はい、で24万人、はい、無謀な挑戦をして、1日何時から何時とはあります、ね、朝の5時からその時は、わお、夜中の3時ま で, で、夜中はアメリカとかそういうところ読んでもらおうということで、やったんですが、やっぱり大変なことで、これ始められたのは昨年でした、はい、3年前です。はい、今度で3回目ですので、1回目の時ですね。じゃあ21年から始めたということで、はいはい、で今年は22ですね、22年、はい、2022年、はい、今年24年でしたね。です、はい、そうしますと3回目は何日から何日までになりました？今もう6月入ってすぐ1日から23日まで、朝の9時から夜の8時まで、もう大変だったんです、体力的に、ね、はい、夜中まで朝早くからというのが、終わるとやっぱりほっとします。もう全身全霊本当に、ただまだ終わってはないんですよね、はい、まだ終わってないです、今途中です。23日で終わるわけですからね、はいはい、今でだいたい半分ぐらい行ってますか？まだ行かない、そうですね、もう、もう19日ですからね、終盤に、終盤に差し掛かってますね、はいはいはい、終盤になってますね。ご自分も読まれましたでしょ、はいはい、どうでした？いや、一言で今まで24万人ですとかって偉そうに言ってたんですが、この数の多さ、読んでも読んでも名前と年齢しか読まないのに、こんなに人が
名前を読み続けて23日間かかるという、うん、この数の多さにもう改めて読んで初めて気がつきましたね。で名前を読んでも読んでも読んでも減らない、うん、どんどん続くこの名簿の数っていうのに死体が折り重なっていくような雰囲気に自分の中であって、やっぱり数の多さ、まだ殺すの、まだ死ぬのという本当に実感が湧いてきます。この実感をぜひ沖縄の人たち、あるいは本土の人たち、アメリカの人たちにこう感じていただきたいと思って、まあ、ずっと続けてます。もう大変ではありますよ。私はパソコンあまり上手じゃないので、パソコン のに長けた若い子たちを中心にこれやってるんですが、本当に夜中まで仕事終わって子育て子どもたち寝かして一緒に寝てしまったらと思って、また朝早くからやったり、夜中までやって寝てない状況で仕事行ったりみたいなことが続いて行く中で進んでいくんですよ。はい、ね、どれぐらいの方がこれに何ですか参加なさったんでしょう。あ、ボランティアですか。はい、読み上げにですね。あ、読み上げに、去年は3800人、まあ、学校が増えると子どもたちが ね、やっぱり増えますので、去年学校がボンと増えたのでその数になります。まあ、今年もどう、子どもたちも読むんですね。そうです、学校の授業の中でとか、あるいは放課後とか、はい、大学とか高校も、まあ、サークルで読んでいただいたりっていうこともあります。子どもたちはもう本当に感受性すごいです。感想素晴らしい。素晴らしいでしょうね。素晴らしい。今まで西原中学校の小林先生という方が一番先にそれを一番素晴らしいということで広げていただいて、その指導案か何から全部学校の方に提供して、もうすごい協力体制なんです学校。それを作っていただいたおかげで年々やっぱり学校の読み上げが増えていきましたので、本当に周りの人にも感謝してます。これ平和教育としてもいいですね、学校でのね。そうですね、やっぱり小林先生がおっしゃるように今までいろんな平和教育をやってきたけども、一番手応えがあって、一番子どもたちが能動的なことなので、ただ聞くとかそういうことでもなくて、自分たちが感じて行動せざるを得ないみたいな状況に子どもたちが感じるみたいですね。で、感想の中で素晴らしかったのが、アメリカ兵を今までひどいと思ってたけども、そのアメリカ兵の名前をまあ、見るんですけど名簿で、読み上げはできないので英語なので、見るだけでやっぱりこの亡くなったアメリカ兵の中にも家族がいたんだな、友達がいたんだなというのを気がついて、戦争というのはみんなに対して不幸なんだということを、中学生がそういう感想を書くっていうのは、いや素晴らしいですね。あと全中学去年の感想の中では中城中でしたかね、この名前を全中学生に読んでもらいたい、沖縄中の中学生に読んでもらいたいという感想もありました。いいですね、はい、私もこの名前を読み上げるっていうこの何ですか、体験からどんなことが感じられるんだろうと思って参加、今回初めてさせていただいてたんですけど、はい、たった1時間ですけど結構疲れますよね。そうですね、はい、でこう読み上げながらやっぱり0歳とか90歳とか、はい、この年齢の、ね、はい、多様さに、はい、もう心をなんか本当に痛くなってきて、はい、この名前の向こうに顔が見え始めるんですよね。そうするとなんかね詰まっていくので、あんまりこの感情入れないようにしないと読み上げられないんですよ。そうですね、はいはい、そういうのがありましたね。やっぱり子どもたちがね、家族ぜ、家族単位で書かれてるので、まあ、70ぐらいのおばあちゃんから30ぐらいになって、うん、子どもたちが5歳4歳1歳とかだなと、もうそうなんですよ。あまりね感情入れするともう詰まって読めないのでもうあまり考えないようにと思うんですけども、うん、大事な体験ではありますね。そうですね、本当に、まあ、本当本当。今年から、はい、内地の方もいろいろ、まあ、PFOS のね、うん、関係者で、うん、取材とか来る方をネットワークにして内地の方の学校にも広がり始めてるんですよ。あ、これもいいですね、うん、去年は内地の人は内地の人が、例えば青森の人は青森なまりで青森の人たちの名前呼ぶと嬉しいかなと思ったんですが、やっぱり内地の名前って兵隊さんがほとんど中心なので、家族単位で書かれている沖縄の名簿とまたちょっと実相が違うので、今年からあえて混ぜてます沖縄の名簿と。
それもいいかもしれないです、はいはい、それはもう実行委員のメンバーがそういうふうにしようということは できるだけ混ぜて読むようにしてます。そうですね、この伝える作業っていうのは大事なんですけど、はい、意外に難しいですよね。そうですね、このギャップを埋めるというね。そうですね、やっぱりあの英霊扱いという形で読まれる方もいます、でも読んでいただくなら私たちは門戸を開いてますので、ただやっぱりそれだけではなんていうの、広がりがないんじゃないかということで、今年からそれと沖縄戦の沖縄の方たちの名簿を少し混ぜて、そのか0歳の子も読んでるんですよというので、この本当に生き地獄と言われてた沖縄戦を内地の方にも同じように感じていただきたいと思ってます。本当に一家全滅も、ね、はい、多いわけですからね、はい、そうです。そういう意味では、PFOS の水の問題も広がりましたけど、沖縄戦に戻ったらもっと広がるんじゃないかというこの沖縄の問題が、そこから沖縄の問題を考えて、今起きている問題を考えていただきたいというのでは、時の流れをこう 逆に戻したみたいな、沖縄戦から今の PFOS 汚染につながっているということを感じてもらいたいなと思って両方やってるんですよ。そこがね難しいんですね。そうです、私もちょっと学校教育に携わってた経験があるので、やはりこう見てたら平和教育、学校の中での平和教育って、沖縄戦だけで切っちゃってるようなところがあってですね、なかなか現実の問題と結びつかないんですけど、やっぱり歴史っていうのはずっとつながってて、沖縄戦があったから米軍占領があって、米軍占領があったから今の沖縄があってと、そこら辺がね見えて、そうですね、沖縄戦に戻ると沖縄が一つになって、一つに解決策が見えてくるのではないかという、分断されてるようなことも感じるので、やっぱりこの分断されるというのが非常に沖縄の人にとっては辛いことで、そこをやっぱり一つになってこう前に進んでいきたいなという思いがあって、 PFOS もその礎の読み上げも両方やってるということに。そうですよね、同じ沖縄で同じ体験をしながら、結局分断されているっていうのは、やはりそれぞれの何ですか、優先順位が違うのかなっていうような感じもするわけなんですけども、やはり命が一番優先されるべきですよね。そうなんです。特に今は沖縄が戦場にまた再びなるというような状況に今あるわけですから、もうなんやかんや言っていてもやはり命が今脅かされている。 その立場に立ったら、もう分断どころではないですよね。そうですね、こんな分断とね、している場合ではないと思うわけなんですけど、このギャップっていうのはなかなか埋まらなくて、なのでやはりこの体験させることでこの共感をこう生み出していくっていう取り組み、大変素晴らしいと思いますね。ありがとうございます。皆さんのご協力で本当に出来上がりました。1回目からすごい反応で、私も読みたいという声で、デニー知事も、もうよくわからない団体、実行委員会っていうよくわからない団体なんですが、もう一番最初に読み上げてくださってぜひ参加したいというので、沖縄県の最初のあいうえおの、これあいうえお順になってはいないですね。これどこから始まるわけなんですか。沖縄県の一番最初はもう今知事っていうふうに私たちは捉えているので、読み上げの方はですね、その知事が読み上げられる方は地域とかあるんですか。知事が読みたい場所ということで、お母様を、自分のご出身の伊江島を読みたいということなので、知事を一番最初に伊江島の土地を、結構犠牲者多いですからね、そうですね、でオープニングはできるだけこの、上陸したところ、沖縄、アメリカが上陸したところで一番最初は読谷でした。でその次は茶谷で、今年は糸満が、やっぱり糸満が、最後のところっていうところで、糸満もぜひ、オープニングしたいっていうのが、2、3年前から、1年前ですか、1年前から話があったので、そこで、その次はやっぱ渡嘉敷とか伊江島とか、そういうところからオープニングをしたいなという思いはあります。だから読み上げたい方と読み上げたい場所が、できるだけマッチングするように、ただ大変な作業なので、もう後半になったらもう名簿がちょっとばらついてくるので、それはできなくて、今はもうそれできないんですが、できるだけ最初の方はその例えばご学校にしても、その
普天間中学校を今度読み上げたんですが、うん、普天間の名簿を、うん、で北中の中学校は北中の人たちの名簿というふうに割り振りはしています。ああそうですか、はい、なんかあの沖縄戦の体験って皆さんそれぞれねあの異なるんですけど、はい、なんか町田直美さんのお母さんの体験談をちょっとあの読んだことがあるんですけども、はい、あれもなんていうんですかあの興味深いというか。そうですね、あのまあ日本兵のその残忍さというかスパイ扱いされて、やっぱその日本兵は中国戦からの来たっていうところでやっぱりその影響がすごく出てるのかなっていう、その虐殺されたりっていう話を聞いてて、私もそういうイメージだったんですが、うちの母の話を聞くと与那原に来たのは直接日本から来た、中国を経由しないで来た若いあの兵隊さんたち、学生さんってうちの母は言ってましたけど、すごくあのその与那原なんですが、うちの母はあのお家を開放して兵隊さんをこうなんかあの来てたみたいで、その中の若い学生さんがうちの兄を3歳だったんですけど、その時とても可愛がってくれて、でそこがもうあの特攻隊、海の特攻隊みたいな人たちだったみたいで、あのこの与那原から撤退していざもう激戦地に向かう時にあの片隅にうちの母を呼んで、あのこの子は絶対生かしてください、この戦争はもう負けますと、こういうことを言うことはすごい大変なことなんですが、わざわざ若いし学生さんだから純粋だったんですね。そうなんですよ、うん、で負けますって言って、負けるということをうちの母にまずその情報を入れた、あ、はい、そして負けますよって、うん、だからこの子は絶対にこの子の命を守ってください、お願いしますって言って出られてみたいなんです。でうちの母もそれがずっともう学生さんだったけど、あの学生さんどうなったかね、もう死んだはずねとか言いながらいつも話してたので、まあそのことがとても母は手があの気がかりで、まあ、その後私もその話だけで終わってて調べることもしなかったのがとても残念だなって、まあ、名前も聞いてないですし、まあ、多分母も名前は分からなかったでしょう。私も最近あの聞いた体験談もあの心なんですか、心打たれるような話で、あのまああの県議選に出ているキャイン、あの幸宏さんという方の、あの那覇市の方なんですけども、あのお父さんがあの頃彼は 5歳前ぐらいなんですかね、あの壕の中に避難してたらしいんですね、はいはい、そしたら米兵、あの日本兵も一緒で、はい、やはりあの子供たちってやったり泣いたりとかすると、やはりあの、ね、米兵に分かられてしまうので、妹弟を捨ててこいと言われたらしいんですね、米兵に。そで母親はもう逆らえないじゃないですか、泣く泣く2人を外に連れ出して捨てに行って戻ってきたんですよ。そしたらしばらくしたら2人が泣きながらまた入ってきたんですって、壕の中に。そしたらまた捨てに行かされて、またこの弟と妹を捨てに行ったと。で結局もう2人どこに、どこで亡くなったかわからない状態で、でこのお父さんは生き延びたと。でそのトラウマをお父様はずっと抱えてて、それでもう平和活動にはもう人一倍熱心だということでですね、このキャンさんもこのお父さんの平和への思いを継ごうということで、あの県議に出てられる方なんですけど、こんな風な話聞くとそれぞれ一人一人みんな違いますよ、沖縄戦体験談が違ってですね、はいはい、もう本当に様々な沖縄戦があったんだなっていう風に思いますね、はいはいはい、でこういう体験をまた私たちしていけないんですよ。そうですね、また戦場になるなんてよくも言えるなと本当に思いますね、はい、だけれども周り見ますとこれもしかしたら本当に来るんじゃないかというような恐怖感があるのは、土地規制法ももう実施されますよね、戦争準備法と言われていますから、で、地方自治法改正とかですね、国のね、もうコントロールがどんどん強くなっていって、国民の権利はどんどん阻害されている、で、自由に発言することもやがてできなくなるんじゃないかなっていう恐怖感が本当にあるんですね。宜野湾なんかも土地規制法で中止
ね、はい、地区特別中止地区とかに、はい、あの指定されていますよね、うん、そうですね、あの先住民族の権利で、ええ、土地の権利っていうのがあって、ええ、はい、その土地を使うときは先住民族 の, その承認を得ることっていうあの法律があって、ええ、まあ、それを生かしたいなと思って国連に行った時もそのことをその権利を使って宮城美猿さんが大麻畑先祖代々続いたそこが汚染された土地の権利が奪われているっていうことをまあ訴えたんですが、やっぱりその土地に関してやっぱりこの土地規制法というのは先住民族の権利をもっと使えば土地規制法も少しこうあの沖縄に網の目がかぶされるっていうことはちょっと、うん、働けるのかなというのは思います。まあ私たちが先住民族かどうかっていうのは、まあ、いろんな議論がありますが、せっかく権利があるなら私はそれを使った方がいいのではないかっていうふうにあの国連行って思いました。あ、そうですね、せっかくの権利ですから。でこれ沖縄に生まれた私たちの土地であるはずなのに、うん、自由に使えないとかですね、はい、あの自由に行動もできないとかですね、うんうん、はい、これをおかしいと思わないといけないんですけども、はい、そうですね、あの この間地震警報、あ、津波警報がありましたよね、はい、その時にもいろいろ私たち調べたんですが、まあ、基地があの、非常時には開けてゲートを開けて逃げられるようになってるっていうふうな協定はあるんですが、これがもう使えなくなってなんか指示がないと開けられないみたいなところでちょっとトラブルがあったんですが、あのやっぱり一番基地って地盤が強化でしてて地震の時も大丈夫なんですよ。あ、そうなんですか。で水が豊富な源泉があってっていうの、はい、そこを狙ってアメリカ軍は沖縄を占領したんです。だから嘉手納もそうです。水の豊富でいいところだけが抑えられたってことですね。金もそうです。あ、だってあのあれですよね、日米共同作戦計画でも離島奪回作戦とか言いますけど、はい、あれ離島奪回って言ったらまるで奪われた離島を、ね、奪回するようなイメージがあります。そうですね、はい、そうではなくて、はい、水のある島、はい、そこからミサイルを撃ち込んで、はい、結局反撃受けるのは島ですよね。はい、だから今あの与那国、宮古、八重山、避難計画とか出てますけども、はい、ね、本当にこれ現実避難できるのかというのもありますし、まあ、石津の名簿を見てみると分かるんですが、基地のあったところの戦死者はすごいんですよ。元部もあの田舎で小さいんですが、伊江島が目の前にあったって飛行場を作って、あの一番先にやられました。で元部も激戦地です。だからよくあの抑止論本当に強いんですけど、はい、私が聞いた話では沖縄戦で、はい、もうあの木造のね、はい、戦車とか作っとけば、はい、そこにはあの警戒して、うん、あの攻撃しないだろうと思ってやったら、はい、逆にボン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 落ちてきたと、はい、そうなんです。そういうとこですよね。やはり、うん、やはりあの敵はやっぱりやられる前にやるわけですから、西原浦添首里城を守るためにやっぱりすごいあのそういうことをやっぱり、はい、戦車が増えたんです。あの沖縄戦の教訓として受け継いでいかないと、うん、私たちまた同じ間違いをしてしまいそうですね。もう絶対嫌ですね。本当です、はい、もう時間なんでしょうか。あ、まだ時間があるそうですので、うん、はい、最後に何かメッセージ皆さんにお話ししたいことがありましたら、はい、どうぞ。はい、もう私たちあの先人の沖縄戦、私たちの祖先が味わったその地獄の戦争をやっぱり常に忘れてならないと思いますし、そこから学ぶことはすごい多いので、今教育の中でもなかなか沖縄戦があの子どもたちに伝わってないという、西原町の子どもたちにインタビューしてるんですが、戦死したあの方いますかって言ったらいないって言うんですよ、みんな。でも子どもたちがですか。はい、あんなに戦死者が6000人余りいるんですよ、あの小さな西原に。で小葉先生に聞いたら、いや、いるけど伝えてないのよって。だからやっぱり教育されてないってことですね。そうなんです。なかなかこの教育の場で詰め込み教育の中 で、うん、こういう沖縄にとって一番大事なこの沖縄戦について語り継がれてない、あの沖縄戦の実相がやっぱり分かってないっていうところでは、やっぱり教育も大事だし、私たちももう一度沖縄戦から今の沖縄を見つめていくっていうところでは、
やっぱ大事かなと思ってますけど、今後もこの活動をずっと続けていきたいと思います。この礎を作られることに尽力なさった高山長光先生、今も89歳、今年来年90かな、なる32軍司令部、そうですそうです、はい、もういろんな活動をなさってるんですが、はい、とても元気で、で奥様の介護もしながら本当に頑張ってらっしゃるんですよ、その先生が、はい、言われてました、あんた責任持ってこの仕事を生きてる限りやれよってだって、はい、あれですね、皆さん周りの方おっしゃいますもん、川馬鹿のために頑張らないときは負けていならんとかね、はい、やっぱり平和のやっぱりキーワードは平和ですよね、はいはいはい、ありがとうございました、ありがとうございました。